私は神戸前の神戸育ちで、あの25年前の震災も経験しています。確かに今は大変な状況ではありますが、皆さんの一人一人の協力なしではこの状況を脱することはできませんので、本当に大変ではありますが、どうか皆さんの協力本当によろしくお願いします。神戸の未来のためにステイホーム。